札幌駅に。ね、見て久々のこれもうやばいやつじゃん。はい、ごめんなさい長々と。来週の神戸の紅白行くからな。本当にやったー、ありがとう。りょーちんだ、懐かしいね。あ、すぐるっちありがとう、握手会も来たね、嬉しかった。やっぱすぐるっちとトールはあのプリンとカラメル並みに強いコンビです。本気で寝ます、バイバイ。あ、了解です、さよなら、神戸行くよ、ありがとう。うなさん、うなさん2回目の握手さ、名札隠してきたしょ、意地悪しないでください。今日さ起きたらさ夕方の4時だったさ。え、お馬さんは。生茶さんこんばんは、久しぶり、おーやっほー。最初じってごめん。下層さんは、下層さんになるよ、やっぱり。下層はあれよ、名前を教えてくれなかったので、ずっと「いや待って次の握手名乗る名乗る」とかって言って、ずっと教えてくれなくて、次って言っても来ないの、来ないのじゃ教えてくれないの。全然いけない。そうだよね、リクってどこに住んでんだっけ。なんかね来ててびっくりしちゃった。レイヤー、プリンとカラメル並みにいいコンビっていい表現ですね。え、よくないですか。私やっぱ才能がそういうとこだっけ。私もレイヤーと話足りない、おいでおいで、皆さん皆さん来てください。茨城、茨城なの。なんかさママとさあれリク来てて、す学生なのにリク来ててすごいねって話で、あれどこに住んでたんっけあの子と思って、なんか鹿児島だっけとかって言ってた。レア来たよ。あ、ゆきの、ね、ゆきのさ、関東の握手会来るなんて知らないんだけど。学生は今テスト期間？大変、テスト期間よ。大変だけど。大変だけど。すごい大変そうに聞こえない言い方したわ、今。ねえ、レイママのレイなかったんだけど、ないよ。今回は、今回はとかって。テスト頑張れ、ありがとう、イエーイ。びっくりした、マジでびっくりしたよ。しかもさ可愛かった、レイとお話ししたかった、おいでおいで。関西の握手会ぜひ来ていただければ幸いです、幸いです。テスト勉強は課題しか終わらせない系男子です。課題、課題めんどくさいよね。神戸遠すぎ、初見じゃないね。レイちゃんもマイちゃんにパイ投げしたの。あの、池谷愛理ちゃんが先に顔面にケーキをバンってやって、その後にちょっとオリオと私で。ここに耳だけ、なんか違うね、うん、お初です、こまちゃんさんこんにちは。久しぶりにタワー鼻に突っ込む、突っ込まないよ。名前だけ呼んで、白戸さん打ち合わせでこれな、これな点点点、これなかったって感じ。すでに、すでにね、オッケー、すでにね覚える。今週4連休なんで嬉しい、よかったじゃん。
もういっぱい寝ていっぱい食べていっぱい走りな、走りな。レイチとは来週前回の神戸、まあ怖くぶりに会えるな。それちょっとすっごい楽しみね。ぜひ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 神戸のアクスカ来てください。マジで来てほしい。本当になんかね、マジ昨日がね、あのね、ラスエ入ってからの握手会で一番楽しかったかもしれん。本当にマジで本当になんかなんて言ったらいいんだろうな、だんだん緊張感がなくてみんなのことを覚えてきてるとか、なんだろう、認知した上で後で覚えてってまた、あと、ん？覚えてって言われてまた後で来るからっつって、その時来た時に覚えてる自分がすごい楽しい。だから本当来てほしいね。昨日のワンピース私も買っていい？買いなさい、もう買いなさい、もう買いましょう。しゅんちゃんに電話したけど気づかなかった、ごめんね。しゅんちゃんはもう来ないです、今日は多分。すぐ覚えるの、え、私って結構覚える早いですかね、皆さんどうですか。おんちゃんからだね、おんちゃん、ろくちゃんってあるよね。記憶力いい、いいの、俺もワンピース買っちゃう、おー買っちゃう。リラックマはぬいぐるみなの、ぬいぐるみだよ。これなんで家にいるのかわかんない、もらったんだっけな、この子がなんで家にいるか私わかんない、なんで家にいるの、なんだろう。握手来てな、来てよ、まだ余震ある、あるある、握手来てな、ねえマジ来て、マジ来て。俺の認知1日だった、不法侵入さ、帽子に合ってる、ありがとう、アリダスです、イエイ。今年中には行きたい、え、ほんとさ、この子が何でいるんだろう。私もお揃いしていい、お揃いしよう、お揃いしよう。トイストーリーみたいにレイヤちゃんが見てない時に動いてるかもよ。ね、一時期それ信じてたんだけど。それちょっとバカがバレる発言でごめんね。なんか一時期さ、ぬいぐるみ動いてるって信じてた。トイストーリー見すぎで。コナンもっといろんなレイヤーオタ、レイヤーオタと連番してみたい。ねえ、まんまちゃんのさ、やつチケットいっぺんに出せってさ、なんだそれって感じだけどね。結構そんなこと言うんだって感じだってさ、自分で買ったチケットだからさ、私もびっくりなんだけど、その話聞いていいってなった。信じてたの、信じてた。ヤコちゃんスカートジャパン2時間スペシャルに出るよ、もし握手会行って会いたんですって言ったら分かる、会いたん、え、分かると思う、多分ショールームに来る会いたんって書くよメモに。じゃ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 、ショールームに来てたアイタン、ショールームに来てたアイタンですって言って、信じてる。レイチが可愛い、え、動かないのかな。あら、いのこちゃんや、はじめまして、ソロさんこんにちは。明日6時半から7時まで朝配信したいと思います、みんなで一緒に早起きしましょう、だってヒメリンが、デコチンヒメリンが、僕の名前覚えてくれてありがとう、いいえ。なんか若菜ちゃんの方も行ったんだってね、握手。若菜ちゃんが下総さんに浮気してたって言っていいよって言われた。その髪型めったかわいい、めっさかわいい、なんていうの、え、わかんない。ここで三つ編みして、ここで一回ゴムで縛って、ここでボンボンキューみたいな、なんかね、え、どうなってんだろう、名前わかんないけど、ここでストレートの部分をここで縛ってグッと押して髪の毛引っ張って丸ができますみたいな感じ。なんかスタッフさんから来た、22日秋の朝練ライブの予定が来ました今。そう、22日はね、ぜひ来てくださいね皆さん、秋の朝練です。握手会行けないけど名前覚えて、ポンダ、ポンダは覚えてるよ。
知ってた、今日から HTB が南平岸から南平から、あー、新しいとこでしょ、お引越ししょ、あのおんちゃんがさ、あーみたいなってるやつ、いてぶつけた、あ、それも応援しないと。そうね、そうね、そうね、昨日横浜行きました。本当にめっちゃ通知来る。なっちゃんが MC やるか、いや私もなっちゃんが MC してるやつだ、見に行きたい、めっちゃ他のやつも。昨日晩飯中華街だった、うん、サイゼ行った、まゆとヘイチにお願いがあるよ。なんだい、朝練 土曜日だと朝学校で行けないから10月の寒々、じゃあ日曜希望、あー待って、レイチにお願いがあるよ、 T シャツ見せて、 T シャツこれなんかチャックがあるよ、チャックがあって、まあこれって多分リラックも入れるためにあるんだと思うんだよね、ほらで、何、今日北海道戻った、そうだよ、最近親が風を吹け歌ってんの、あ、歌ってんのじゃハマってんの、親が風を吹けは歌ってハマってんの、ハマってんのか、いいじゃん、いいことだ、リラックマ専用チャック、カンガルーっぽい、服とぬいぐるみがセット、え、全然全然、しかもこの色も似てるなんて全く思ってなかった、てかさ、もっと黄色なんだけど、本当はこれが反射してさ、すげえ色変わるね、この人、ほら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 、こういうのに名前書きたくなるよね、ほら難しいな、これちょっと、わかんない、この人クマですけど、これさ、でもここチャックあるからさ、あ、夢壊すような発言はダメだ、ネイル見せてほしい、でで、あ、ちょっと待って、清原リオさんが LINE に返信を、ネイルだよ、 ここら辺で見た方がいいのかな、アリダスの帽子かわいい、イエイ、人入ってんの、いやだってさ、ここにクマさんなのにさ、ここにチャックあるって、そういう流れじゃないの、なんかちっちゃい子見てたらごめんなさい、人は入っておりませんよ、クマ、クマ衣装どれが気に入ってる、私はコイトラの衣装が好き、私はコイトラじゃなくて、うーん、あれや、今のいつどこの衣装が好きです、 MV 撮ったよ、もうMV は撮りました、めっちゃ楽しかった、人生初鍵開けレイヤーだったの褒めて、鍵開けレイヤー、どういうこと、松本桃奈ちゃんって何者でしょうか、あれはもう素晴らしい童顔ドールです、虫は私が食べます、めっちゃ楽しみ、レイチ覚えてる、あきくんと呼んでください、覚えてる、いつも覚えてるって聞くやん、覚えてるか、明日の札幌最高気温 24.6 度だって、寒い、今日人多い、ごめんね、いいえ、トロロンじゃん、握手会来たやん、 MV 撮ったやん、神 MV 何さん、もう、もうもちろんすぎるよ、いつどこ衣装って重いの、結構重いけど好き、童顔ドールだよ、たまに関西弁になった、なだだだだだだ、ちょっと待って読めなかった、カメラの前は緊張しないしないしない、香川まだまだ熱い、いいね、うどん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 、鍵開け各部の一番最初にアクセスする人、オッケー、それはオタゴってやつですね、はいはい、あ、そうだ、確かカーテンから覗いたらリクがよそ見してどっか見てたんだよね、びっくりしたぜ、鍵開け、あー待って、今日はなんか札幌暑かった気がする、明日からまた学校、 Yes I do、 香川県ほんとめちゃくちゃうどん屋さんあるんだよ、みずぴょんから、うどん食べたい、あのうどんよりあれが好き、なんだっけ、揚げ玉、
伊豆床衣装で3曲使えた。じゃあ恋トラがさ、あの衣装と恋トラ合わなすぎてやばいと思った。この時とかさ、君のことかって、この時足も一緒に曲げるさ、その足曲げる時とかスカートになんか急に足曲がってますみたいな超似合わないポーズになりました。ショールームに毎日来てる秋太郎だー、いなくなった秋太郎ですって、握手会言えばわかる、わかるよわかるよ、あのわかります本当に、ぜひぜひぜひ来てください。かゆユニコーン、レイチ来週服装決めた？決めてない、決めてないんだよ。マユティンコスプレするっつってた。なんかまたいつどこの衣装こう言って恋トラを受ける、受けるでしょ、やばくない？本当にこの時とかさ、なんかもうあのあれよ、あのムーミンに出てくるさイカみたいなやつ、あれだよまさにあれ、悔しいくらいって、その部分はムーミンに出てくるあの白いイカみたいなやつになった。ニョロニョロ、そうそれまさにね、ニョロニョロでした、いいね、ニョロニョロでした。レアもコスプレしよう、何のコスプレ？みんなでマリオシリーズしたら、なんかね、マユとオリアがマリオの格好してたんよ、してたのさ、してスタッフさんが言ってたのが、なんかスタッフさん同士も出会ったのがなんかハロウィンのイベント企画でマリオの格好してたんだって、すごい偶然だねっつって笑ってた。ねえアシュってさ男の子だと思ってたの、レイヤだからさ、女の子でさめっちゃびっくりしたし可愛かったしさ、もうまた会いたいと思った。いや男の子でも女の子でもまた会いたいってなるんだけどさ、いやびっくりした本当に。レアはクリーボー、クリーボーってユキなんですって言ったらわかる、いやちょっとハートいらないかな、もう言わなくてもわかるからね。でもユキノンって名前まだ会ってからさ、ユキノンって名前に変えて会うのが初めてじゃん、だからさタロスって呼んじゃった、ごめんね。なんかタロスの由来は何？私も女の子レータンまた来るね、ぜひ。マイは性別まで行っちゃー、行ってなかったんだね、行ってなかった。ギフトの方を見ていきたいと思います。あ待って、工作いる、工作ヤッホー、サッカーうまいよね。だるまさんたくさんありがとう、これはオルーキーですね。ミシェルさん、マームハート、スグルッチ、リンゴ飴、達也ハート、ダイダラいいね、たくさんありがとうございます、イエーイ。前男の子や、シミトもね男の子だった。レアちゃんユニコーンのコスプレでしょ、ユニコーンのコスプレすんの私、それヤバタニエンだよ。握手握るの強い人いる？わかんない、どうなんだろう、なんかなんだろうな、こうやって来るじゃん、何やらしこれ結構使えるかなこうやって来るじゃん、したら手差し出されるの、それ握手するのみだから、あのあれよ、向こうからしたらめっちゃ力抜いてるやん、私がこうやっても握って持ってるだけだから全然そんなことないです、いないです、そういう方はなかなかですよ、なかなかいないですよ。今日は7時半まで、そうよ7時半までです。来週神戸の川君レイチにお願い公認はダメです、私も女の子違います、今帰ってきた、あルイバルじゃん、サングラス、サングラス、ちょっと神戸じゃない関西来るのね、まだルイバル関西来てくんない、ユニコーンイコール馬のコスプレ、ドリフか、ドリフか、ドリフって何？北海道の番組、北海道だって、北海道の番組で好きなのある？北海道の番組なんかさ、どこが北海道でどこが北海道じゃないのか分かんないんだけど、北海道の番組あれ、サンドイッチマンさんが出てるやつって北海道かな、違うよね、なんだろう北海道の番組ってなんだ、
北海道で握手会やんないかな。なかなかなさそうだよね。ファンの方が来づらいところにはあんまりやんないからさ。ねえ、いくらタッパーに詰めて持ってきて、待って、それ懐かしい。ほんとね、タロスマジ好き。私ほんと大好きよ。神戸小悪、あー待って、神戸小悪会場行きます。え、レイのとこ来てくんない？一斉さん、一斉さん耳で呼ぶスタイル。あ、白戸さんも来てた。白戸さんも来てたってどういうこと？まだからね、いちごちゃん、バイバイ。帽子ついた。集落出る、ポコモン放送してる？してない。ダリフイコール志村けんさんとか言ったグループだよ。30年前は国民的大人気だったよ。そうなんだ。頭痛いから落ちるね。またね。そう、もう頑張って、頑張ってっていうか、ちゃんと寝てください。トンネルめちゃくちゃ電波悪い、泣きそう。それは悲しいやつ。呼び捨てでよろしく。呼び捨てファンタジー。しゅんちゃん、ヤッホー、ヤッホー、ハート飛んできた。なんで皆さん電話の内容を聞きたがるの？え、なんだっけね、今日ありがとうって言って、なんか何話したっけな。あ、明日ショールームするのっていう話と、あとなんだっけ、あ、カンセイも来てねーって感じと、まだ来てねーって感じで喋ったんだよ。この名前飽きたから、レイ新しい名前適当につけて、あやのたん、あやのたん、あやのたん、あやたん、あやたん、あやたん、どう、むさされかゆ、あやたんどう。ななみちゃんのショールームが見たい。ななみんね、ななみんのショールームね、いいね、いいね。あと、前のことかな。そうね、前のこと。レイチならいつか購入してくれると信じよう。しないので、頑張って、頑張ってくださいですね。しないので。握手行ってみたいです、レイヤさん。え、ぜひ来て、おやつ持ってきて、おやつ。この副菜、割とダボっとしてる。ほら。いやー。俺は水曜どうでしょう、おにぎり温めますか、鼻垂れの博士一押しかな。あ、水曜どうでしょうとおにぎり温めますか、好き。それって北海道なんだ。サイズのミラノフードリー初めて食べてめっちゃ美味しかった。あれさ、299円だよ、税込み入れて。安くない？もうね、金欠、お腹すいたとか、推しにかけたい、ご飯にかけたくないとかっていう時はサイズですよ、皆さん、サイズですよ。私何やってんの、何、 YouTuber ですか、誰ですか。しゅんちゃんタワー立てちまった。てへ、しゅんちゃんいないんだけど、どこ行った。レイチ握手してみたいから行ってみる。一星さん来て。下の風どうした、下の風握手行ったことない、緊張しそう。さ滋賀県、佐賀、滋賀のじゅんレイチオタルーム少し片付いてきて、え、めっちゃ片付いてるよ、見て。私は斉藤飛鳥さんを愛します。で、何、サンドイッチマンさんの熱烈ホットサンドって番組、北海道の番組です。でしょでしょ、熱烈ホットサンドっていう北海道の番組が好きです、好きです。サイズの CM 狙ってる。狙ってないよ、サイズの CM 来るかも、やめとけ。もうなんとゴンチャパーティーしないの。ゴンチャパーティーいいね、めっちゃお金かかりそう。今このルーム、石里さんもいなくなっちゃった。ちょっと待って、コメントいない。これ誰、ひなこさん見てくれてるね。白戸さんいるの今。愛されたら恥ずかしい、アイドル好きなんだ。斉藤は、あ、みーのいいんじゃん。みーの、なんで怖く来なかったの。みーの楽しみにしてたのにとか言ってみる。じゃあ来たよ、みーの。乃木坂は桜井さんね。乃木坂さん好きよ。でも斉藤飛鳥さんが一押しです。なんか雑誌買ってそこだけ切り取って他捨てちゃった。マジ飛鳥さんが好きです私は。
斉藤なぎさしか、なぎは可愛い。なぎさから今日電話来るんだよね、私確か。え、ごめんなさい、全力で動画さん。え、ちょね、みーの本当どっかの機会で来てほしいんだけど。髪型可愛いね、ありがとう。サイで住んでるところにはないけど、めっちゃハマってしまった。そう、ハマるよね。レイヤちゃんおやつも、おやつはもなもしですが、レイヤちゃんと握手してみたい。おやつ、おやつはおやつを持ってきて、レイヤのところにおやつをあげて握手してください。ハルルン配信だよ。ハルルンの配信いいね。あすかちゃん映画やるやん。それ絶対行きたいと思ってる。仕事がなければ。ナナとか連れて行きたいと思ってます。はい。島田さんって島田さんですか？おやつあげれるの？おやつあげれないよ。何系のお菓子が好きなの？私は干物女なので、カルパスとかビーフジャーキーのちっちゃいやつとか、やっぱ私は干物女なので、よいしょ。おやつ持って行っていいの？ダメだよ。日ハムの試合し、旧式出てほしいな。それママが望んでそうだ。ママ日ハム好きです。あげれんのや、あげれないけど持ってきてって言ってみない。昨日ファンレター私から読んでさ、まだねスタッフさんの確認が入ってないからもらってないんだ。多分次会った時とかもらえると思います。これいつまで持ってんの私？ちょっと。あすかさん、あすかさんちょっとここにいて。10月イブ行くよ。本当？しょ。おやつは500円まで。違うよ。あのね、あれだよ。小学校の遠足の時はね、お菓子ね、250円までだったんだけどね、駄菓子屋行ってたくさん買ったよね。島田さんはちびまる子ちゃんを使ってます。島田さんはちびまる子ちゃんだよね。じゃあ島田さんじゃない。レイチ投げたらキャッチャーまで届くかな。たったー、お姉ちゃん。おやつなんて値段超えるの当たり前や。そうね、消毒するときスタッフにおやつ募集される。さすがに関西は行くつもりだから、その時にお会いします。なんでつもりなの、曖昧やだとか言ってみて。あ、待って、安売りしてたんだよ、高い扱うもん。バナナってやつですか？いいえ、バナナは果物です。はい。島田さんは今右岩さんです。本当？嘘だ。いつまでも待つから7連配信期待しといて。7連配信は本当にしたいっていう話をお互いしてて、でも時間がなくてまだできてないんですよ。落ちちゃったですよね、ですよ。下野夫さんと清友さんが混じるな。分かった、行きます。行きます。ね、どういうこと？え、着いた、おかえりー。行った。バイトの休憩に来ました。やだ、やっほー。レイチ、オタルーム、改装終わったら久しぶりに見せて。待って。見せられる状況ではあるよね。見たい？え、軽くだよ、軽く。マジ軽くだよ。本当に軽くだよ。いて、ガチンつった。アスカさん戻したい。よいしょ。私のお旅屋は、ちょっと待ってよ。大丈夫だよね。なんかディスニー映ってないよね。ってんの？あ、これ。あ、落ちちゃった、アスカさん。私のお旅屋ちゃんでーす。イエーイ。今マジ部屋超綺麗だから。こんな感じよ。これウェビッシュさんとか。私あやちゃんのカードをねゲットしたので、また壁に貼りたいと思います。こんな感じでーす。イエーイ。 CD もたくさん並んでますって感じよ。元通りだよ。
ここね、いろんな人と迷惑が気をつけて。でーす。戻しまーす。戻しまーす。よいしょー。これよりもオタオタしてた。私はオタクですよ。想像を超えてきた。本当に？今何時だ ?3 分だ。それが元通りになってる。そうだよ。綺麗にしたんだよ。もちろんね、私これ、こちらにディズニーを映していいんだったら、全然部屋バリバリ映せんだけど、なんか、NG らしい、NG らしいので。そう。なんかママがね、お部屋片付けしてたらね、出てきたっつってね、ミッキーとミニーちゃんのね、可愛いストラップね、くれたの。え、マジ可愛いんだけど、やばいこれ。マジ可愛い。マジ可愛い。ね、見せれないんだけど、可愛いの、とにかく。後ろ姿。マジ可愛い。すごいな、女の子の部屋はこんな部屋なら楽しいだろうな。でもね、あれでは東京にね、最近はもう1週間に1回とかずっと行き続けてるから汚くなることが少なくなってきちゃった。久しぶりに声かけて嬉しみ嬉しみー。もうすぐ駅に着くー。寝過ごすなー。それは見せてるのではな。それは見せてるのでは。後ろ姿ぐらい許して。都会行ってタピオカめっちゃ流行ってるな。ツイッターでよく見る。やっぱね、東京行ったらタピオカを飲まないと、北海道帰ってきたらタピオカは飲めないので。モモナのグッズ買い取るよ。モモナのグッズはまあ私の部屋で超レアな、ちょっと待ってね、超レアなものはこちらですね。こちらがレアなものですね。はい、世界に一つだけです。背中で語るやつ。サイン、そうサインだし、しかもミータに書いてもらったんだ、レイヤタンって。嬉しかったのだ。大阪の梅田にゴンチョで来たから、この前初めて行ってハマったね。ブラックミルクティーのパール多めで、パール多めじゃない、氷少なめで甘さ多めがマジで美味しい。はい、10万出します。大丈夫です。休憩終了さらば。ヤダンさんありがとう。ななみのグッズもらおうか。ななみのグッズはね、もらわなくて大丈夫です。レイチの友達サイン、レイチの友達のサインだな。そういうこと言わないで。来週から私はでも見れない。あ、そうなんだ。でも今日楽しんでいって、ぜひ。吉田キフレーバー、もうあやちゃん大好き。ゴンチャ台場にあるから週1くらいで飲んでる気がする。島田さんってやっぱ島田さん。パールレディ飲んだことある？あるよ。でもね、やっぱゴンチャが一番で、あとその次鹿のチョコが好き。しゅんちゃんいないよね、今。なんかタピオカの話したんだよね。クラミツ美味しい？美味しいよ。あやちゃんとか最近会った？会ってないな。でもね、来月あやちゃんとね、ディズニー行くんだ。田舎民つらい。それな、レイヤその髪タピオカ。そう、タピオカなの。違います。あ、この人服持ってくるのめんどくさって、 お着替えサボってた人だ。え、違うよ。偽物なんて言うの。え、島田さんですよね、やっぱり。こんにちは。え、偽物かと思ったさ、思いました。マジ日にち教えていくから、日にち教えていくからってやばいやつやん。次時計行くのいつか分かんない。こっち5日連続です。太るぞ。握手会の感想もっと聞きたい。握手会、え、まず3部にはたくさんいろんな方が来てくれて超嬉しかった。で、ショールームのアドバイス、オールズルーキーさんとかからショールームのアドバイスを、あ、待って、それ5部かも。まあ、いや、まとめて言うね。もらったりとかしたし。あと、なんだろうな、ショールームで言って、こっちで名乗ってきて、わー、わかるわかるーってなって、そういう方もいました。だから、やっぱり、ショールームでこうやって話して、先に事前に名前覚えといて、向こうで行った時に、誰々だよっ
って習ってくれて顔覚えるスタイルがマジでやりやすいし、覚えやすいし、楽しいし、本当になんかねテンションが上がりますよ。その場の雰囲気が一気に暖かくなるから、もうマジでぜひね、ミシェルさんもそうだし、あとね誰だっけな、あとユキナンとかもすぐね来てすぐね、わーやっほーってなったし、そうね、やっぱり私 DM ね、 DM とかちゃんと見てて、そうユキナンとかもねこないだ浴衣とか着ててマジ可愛かったんよ。そんな中さ、わざわざ関東来るとか思ってなかったからマジびっくりしたし、なんだろうな、なんだろうな、やっぱ覚えて、そのショールームで覚えた方を握手会に来てそれ顔また一緒に覚えるっていうのがマジ楽しいです、楽しいです。俺も12月の紅白行く予定です。鳥ちゃんやっほー。お、待ってます。話した内容薄すぎて覚えられない自信しかない。前また話したのはハガキの話したじゃん。あと今日中国っぽいねっていう話、もっとインパクト残しておけばよかったわ。アシはなんかあのね、私の中ではアシは女の子なんだっていう女の子だったっていう感じです。リンゴさん推しですよね、確か違ったんだっけ。アベマ TV 終わってからテレビで見なくなったね。次はいつやるのかな、次は何やりたい、次はバラエティー、もうバラエティーやりたいです。あれはもう本当にバトルはね、バトルもいいんだけどバラエティーもやりたいです。喋りが上手くなりたい。俺のは覚えてる、覚えてるよ。あーご飯行ってくるね、また来る、バイ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 。水ぴょんありがとう。まともに話できなかった思いですか。そうね、あ自分の声だった。覚えてくれてる、嬉しいわ。覚えてるよ、どんな会話したっけ。もう下層はマジで名乗ってくれないから分かんなかったの。そう、あとね私ね、初めて来て方、初めて来た方とね、何だっけな、何かを語ったんですよ。あそう、好きなアーティストさん、ワンオクさんとかの曲を語ったりとかしてすごい楽しかったです。3部の最後に名乗ったからすぐ剥がされた。ちょっとね剥がし早いよね、最後の方とかって。バラエティやったらレア爆走するよね。そうね、でもアベマ TV だと私がちょっと炎上発言とかさらって言っちゃったら嫌だから全然喋れなかったんだけど、やっぱ地上波って、地上波とかそういう系だと、もしそうなるとしたら、ちょっとどんどん自分を出していけたらいいなとは思ってる。全然わかんないけどね、今後は、今は握手会の話とかしかなってないから。また来ました、久しぶりですね。まさや、やっほー、元気。人が好きみたいだからファンがいっぱいなんだ。レイチ納得、かわいいにプラス A、 プラス A、 レイチスチスレイチスチ。しゅんちゃんってさ、マジさびっくりした。なんかねすごいディスってるわけじゃないんだけど、レイチスチスチしか言わないから、逆にしゅんちゃんからレイチスチスチ以外の言葉を出るとか日本語が話せるとかびっくりしちゃった本当にヒメリンが、なんかヒメリンに聞いたんだけど、スピンデルのところでしゅんちゃんがレイヤのことすっごい心配してすっごい真剣に話したけど、私が思ったのはスチスチしかいつも言わないから日本語話せるんだって思ったって言ってて、しゅんちゃんキャラ最高だよゆきな覚えてほしいわ。握手会田舎の学生じゃけん難しいよ。そうね、難しいよね。いつもショールーム来てくれれば頑張って思います。乃木坂工事中みたいにバラエティやったら面白いなんで、でも虫は食べたくないよ。正面確認入ります。12月関西行くけど、おやつバレーや行った方がいいかな。マジ来て、ちょそれはダメ、来ないとダメ。おやつ、おやつ、それもう来ないとダメです。紅白見えちゃった、見に行っちゃう。紅白の時にもそれ言ってたよね、言ってた。じゃマームちゃん番長いないの今日、軽くディスってる。いやでもそれがしゅんちゃんっぽくていいなって思った。メンバー、自分の作ってるそのキャラとメンバーから見られてる印象がそのまんまだから、すごいいいなと思った。ミニちゃん見えました、ミニちゃん見えちゃったごめんなさい。もしバラエティやるとしたら司会は誰がいい。面白い方とか乗ってくれる方だな。私なんか基本誰とでも仲良くなりそうな気がするから、誰になって、もしバラエティやるとして誰になっても頑張りますよ。虫はリオン食べるよ、絶対無理だと思う。あの子来ないとダメだよね、やっぱりダメよ。
お腹空いたら離脱する、お腹空いたから離脱するなるよ。昨日に引き続き今日もお疲れ様、ありがとう。ゆきのん大好き。12月までおやつの存在あるかな、りえちゃんの中で。おやつだから勝利もたくさん来てください、ぜひ。リオンは虫食べたのか、虫食べなの、ん、虫食べのか、どういうこと。番長さんさっき一瞬いたよ。え、なんでコメントしてくれないんだろうね。ゴブはかぎしめの前だったの覚えてる。そうね、そうだわ。うん、逆にレアが MC 良さそう。私無理だよ絶対。真面目な高青年がふざけてるとか、ふざけてるとか。司会はやっぱり伊集院さんか滝山さん。滝山さん面白かったよね。私滝山おじさんの夏っていうツイート結構好きだったんだけど。1月行けるように親にスライティングドギザする。おうおう、それが何か分からないけど、次マジいつ行けるか分からんけど、ずっと応援してるからな。覚えておく、リコのことは忘れないよ。番長バイト中、バイト中なんじゃない、そうかもしれない。ガヤ担当、ガヤもいいね。リオ虫食べるのか、食べないよ。リオ虫食べるとか知らないんだけど。元気もらえた、勉強行ってきます。レイマル、ちょっとちなみに何歳。ごまちゃん、娘と握手会に行く夢、ぜひ来て、ちょっと来て、覚えとく。今何時、14分。喋れる日本語はレチシチシチのコスコスコだけです、ですよね。はい、知ってます。弟が騒いでるね、今日も元気いい波乗ってんね。あ、白戸さん、いいね、来た。白戸さんお元気ですか。白戸さん見て、白戸さん今作りました。元気元気、イエーイ。白戸さんがいるよ、皆さん、みんな白戸さんがいるよ、みんな白戸さんが来ました。拍手でお迎えください。ちょいちょいハサミ一発ギャグが面白い。嘘だ、マジ。え、一発ギャグなんかしてるよ。そんなことしてないよ。パチ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 、ちょっと待って、ごめんね。関東の怖くに白戸さん例なかったよ。関東の怖くに白戸さん例なかったよ。あれおかしいな、ちょっとレアの横だったよ白戸さん。みんな知らないの、みんな白戸さん例レアの横だよ。ちょっと見てなかったの、ちゃんと。レア、レア弟がレチシチチって言ってる話マジ好き。出た、一番下の末っ子がなんか真似してた、しゅんちゃんの真似。でで、白戸さん、白戸さんね、あったよ。冗談です、ないです。昨日握手したメンバー全員に変顔してもらったさ。私変顔した、したわ。うわー、絶対やってやんねー。白戸さんありがとうございます。遠足気分で行くね、12月。お、待ってる、ちょっとおやつ250円分とか買って、ゴミ袋とか忘れずにね。私変顔したわ、白目向いたわ、して次の人に笑われたんだよ、リクのせいだ。コメント来ない。ナナミにも変顔させたとか言ってたもんな。え、ナナミどんな顔すんの、あの人。嘘だ、ナナミがするの、珍しい。ビビースターラーメン、ナナミの変顔見たいね。いや、私見たことあるわ。白戸さんは忙しい中来てくださってる。白戸さん来て、忙しい中来てくださってるかな、来てくださってるかなって。ももなんと仲良くしてあげてね。ももの後の TikTok 投稿したので見てね。ここは芸能家とかがいいかなと思ってる。ななみさんの変顔見たいな。ななみは抵抗しながら白目向いて面白かったよ。待って、それはやばい。ネイル黒かわいい、違う緑なのこれ、緑です。二人の人が白目できるの珍しいらしい。できました、私マユに変顔お願いした。マユの変顔って結構強烈じゃない？
待って、白田さんとか見てる中、私調べばいいのに、やばくない？セルフネイル、そう、自分でやったよ。自分で握手会前日にネイルしたよね、姫里と同時に。初見です、新宿でコメントします。はい、初見は嘘です。変、白田さん最高になってる、名前。変顔見て、変顔やだ。マヨティの変顔見慣れてる。ちょっと違う変顔をじゃあマヨに考えさせとか。あとリオン、カニャン、ヒマエリ、オーリオンにも変顔してもらった。リオンの変顔って結構やばくない？二人ともだけど。緑だったら上手、夜にやったって言ったね、ネイル。そうそうそう。あ、違う。初見です、マリンちゃん、こんにちは。マリンちゃん、かわいい名前だね、マリンちゃんって。ママのにおやつって言うたらわかるはず。そうなんだ、聞いてみよう。今日はお疲れ様。今日もかわいい。あんちゃん、ありがとう。 TikToker いのこ、私 TikToker じゃないよ、全然まだまだすぎる。フォロワーが少ない、まだ増やしたいです。 TikToker の中では TikToker の方からしたらフォロワー全然少ないから、マジで皆さん拡散お願いします。キメリとのホテルの話かわいかったな。あ、それ言っちゃダメだよ。いいねしてる、ありがとう。またぶつけた。白戸さん最高、オールドルーキーがハートたくさん送ってきた。今何時？今20分だったから告知しますね。告知させてください。それでは行きます。でも24日の話しかないんだけど、関西の握手会です。関西の握手会です。関西だよ、あれよ、私が楽しみにしてる関西ですよ。真剣に言ってみた。マジで関西来て、本当にマジで。あのショールームに来てて関東来てない方、今回5部東京売り切れちゃって、来たくても来れなかったで、関西他のメンバーのために行く、でもついでにレインも買っとくみたいな、その流れを期待しています。マジ来てほしい。で、22日の朝練も本当にマジで、22日の朝練もあります。早起き頑張ります、頑張ります。早起き、レイ今来たよ。美咲遅いよ。で、塾だよね多分。関西何食べる？関西何食べる？コカコーラ。おやつ持ってくから、そっちも用意しててね。オッケー、カルパスね。関西は行けへんで、いや来れる方ほんと来てほしい。遅くてごめんね。いやいや全然気にしなくていいよ。レアちゃんはみんなの写真あげてくれるから嬉しい。本当に？やった、それは喜ぶじゃん。それは嬉しい、そんなこと言ってもらえて。関西の握手会は本当にマジで、昨日覚えた方を改めて覚えたいし、なんだろうな、たくさん語りたいし、ちょっと本当に関西は他のメンバー推しメン目当てだけども、推しメンちょっと空いてる間に私の方は1枚だけでもいいので、ぜひ本当にぜひ来てください。マジでマジで話したいです。楽しかったマジで。お願いします。コカコーラ食べるの？食べない。コカコーラ飲む。昨日楽しかったよ、よかった。リエさん2000人はすご、ありがとう。行きたいんだけどお金が、いやそうね、お金があまり負担にならない程度でお願いします。リエさん出勤です、ありがとう。枚数少ないけどね、交通費えげつない。そうだよね、やっぱさ、ファンの方って夜行バスとか使うの？昨日レイヤーで何人か招待したよ、ありがとう。レイチンまで追加しようかな。りょうちん語ろう。りょうちん関西もペアルック、そう、どうしてほしいの？ペアルック関西どう？
今週もう一回ショールームしてほしいくらい楽しい。やったー、嬉しい。それ来週月曜日神戸来られるんですね。行きますよ。恋愛小説家さんってよく来る、嬉しいよ、ありがとうございます。周りにも連番で誘いよ。え、本当に今から歩いて関西行けば、ただ本当その考えやばいよ好きだけど飛行機日帰り、日帰り大変ね。あの服親とめっちゃ調べた。そうなの、サムサム以外で仲いいメンバーいますか。サムサムで仲いいのはもみやまひめりとか山田まひろとか、ひめりだね。で、あと他で仲いいのはまゆ、おりお、ななみだね。あと誰だ誰だ誰だ、そこら辺と話すかな。7時23分、7時24分、安田さん、マスター可愛いね、ルイツの方が可愛いか。いや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 、もう本当にマスターさんのライブはマジで神でした。本当に私またマスターさんとあんな感じで共演とかなんか同じ舞台に立てるなんて本当に思ってなくて、あれですよ、すごい楽しかったんですよ。あのステージ以外でも裏であの関係者さん、スタッフさんとか衣装さんとかもうみんな知ってたので、久々にこういう機会で会えて、なんつったんだろう、私はまだ一応エベックスにいるので同じ事務所ではあるので、自分の成長とかをスタッフさんに見せれてたらいいなって思ってます。超楽しかった、最高、ワーストさん最高。ワーストさんツアー楽しかったよ。焼肉コスプレ、コスプレっていうかあれ衣装よね。もう地下面全員で配信しようぜ。すっごいキャラみんな濃いからやばそう。オーリオちゃんとの通称待ってます。撮ってないな今回、マリオと撮りたかった。神戸会いに行きます。お、マサハル待ってるね。すまね、遅れた、滑り込んできたよ。お、ヤッホー沙織ちゃん、青の沙織ちゃん。ワーストライブでレアレア叫んでた、周りのワーストオータから拍手された。マジでね、今回ワーストさんのファンの方は静かだっていうんですよ。ワーストさんのライブでもそうだけど、静かにしてくださいって言われてるのかなと思った。てかイミにレイヤー推しで認知されてしまったそうね、結構有名かもしれない。割とレイヤーちゃん声かわいい。やったー、昨日レイヤーが仲いいメンバーと握手して、レイヤーと仲良くドゥーアーしてねって言ってきた。やったー、ありがとう、そういうこと言ってもらえるのとても嬉しい。オリオのマリオのコス横のレーンから見えた。そういう時は握手行くんですよ前回の神戸やこちゃんばったり撮ってしまったから、今回もう少しもう少し増やすね。ぜひお願いします。ワーシップさんもそんなこと言ってたよ、言ってたよね。やっぱり静かだよね、今回すごい静かでびっくりしちゃった。ワースト参加したよ、7時26分。レイヤシカー完売おめでとう、嬉しい。バタバタで終わられね、終わらないね。広島とか来てほしい。広島いいね、広島、広島、山本市、昨日福はるちゃんと、はるちゃんと色違いだったの、たまたまね。あれをナナとオーソロのコーデにしようとしてたんだけど、はるかとも同じでびっくりした。握手会受験終わったら行くからね。え、来て、そう来てください。広島復帰したのかな、どうなんだろうね、関空とか大丈夫なのかな。違う、最後スクショランキング落ち着いてってこと。昨日の約束覚えてますか、最後にあれやってください、あれ一倍一サラバーってやつ。北海道も復興大丈夫かな、北海道ね。声聞きたみ、番長じゃん、番長番長。ワーストさんみたいにメンバー地元でライブ開催してほしいな、もっともっとファンを増やす、ファンを増やすことですね、それをするためには。もみやまやなんじゃん、ねえ、ちょ、関西の握手会来て、あやな、あやなにも会いたいな、みんなに会いたいな。
なんでレイヤー浴衣のプリクラ保存してんだよ。え、可愛かったからだよ。マジレイヤーのフォルダにいるよ。マジでマジでマジで。あやな浴衣似合う。てかあの女の子たちみんな美少女すぎてやばい。今頃帰るやつ。行くよ。行くの？ちょ、話しましょう。おしゃべりしよう。広島人から言わせてもらうと飛行機よりも新幹線の方がぜ、じゃあ絶対いいよ。だよね、だよね。ヤノコに会えるイベント早。いや、バンチャが来てよ。レアに会いたいさー。さあ、あと2分。母さん行きたいわー。2期生と話した。話してないや。そう、話してないの。親暗くない？大丈夫？え、全然大丈夫だよ。何何何？全然暗くない。多分ここの明るさが明るすぎんだよ。本当の明るさこれだもん、お部屋の。すごくない？なんかレイヤーのさ、魔法みたいじゃない？ヒノコ揃い部屋早う。揃い部屋とか全然早いよ。全然人集まんないじゃん。好きなアイドルいる？あとミュウって呼んで。ミュウ好きなアイドルさんは、さんはアスカさんです。ちなみにイノコさん、お渡し会って何するの？お渡し会って何？何枚ぐらい買ったらいい？え、でもさ、あれよね、ちょっとでいいよ。ちょっとで姫里にね、本命を姫に、姫里ちゃんにちゃんと捧げてください。あ、なるほど、レイヤーの力で明るくなってるね。そう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 、そうなんだよ。レイチに会いたいです。会いに来てください。12月の私会やね。何する、何するんだろうね。まだ聞いてないんですよ。次のシングルは握手会と私会があると書いてあるのでしょうか。だよね、書いてあるけど、なんか私会ってなんだろうね。よくわかる。ライトの魔法使い、そうそうそう。俺もダントツレア一押し。やったー。ひめりちゃんにうちのあげた服とイヤリング着てって言っといてください。かわいいかよそれ。俺が正面確認やってるから少し暗く感じるのさ。皆さんすみません。そうなよとか言ってみた。まあ話したいことあるならちゃんと買うよ。あ、ほんと？あったからちゃんと、あったらちゃんと買うよ。ありがとう。ってことで30分になりました。今日も配信終えたいと思います。みんな来てくれてありがとうね。白戸さんと島田さんもありがとうございます。じゃあまた来てね。レイチバイチサラダバー。